すごいすごいすごいや、これはすごいすごいすごい、ちょっと来た、すごい、来た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 何があったの、分からん人おる、分かってない人おる、すごくない、来た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 、これすごいやったー、なんかすごい達成感やばい、ランキングもアバターもね変わってさ、イベント中です、違いますすっきりした、よかったよかった、ちょっとハマりそうえ、このこれに、え、ありがとうチロ、ありがとうクマちゃん、ありがとう、うん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 、ありがとう、今日もめっちゃ可愛かった、ありがとう、こちらこそありがとう、本当にありがとう、めちゃめちゃね見えてたよステージから、ありがとうね、本当にありがとうございます、こんなアイミンタワーありがとう、ありがとう、第3部もうね3回目、そう、ね、何が起こったか、何が起こってるのか分かんない方いるから説明すると、ね9時34分にから配信を始めて、10時ぐらいに一旦配信をね、配信やめたんだけど、でその後またあいみがすぐ配信を始めたんですよ。すると、その2度目の配信の通知が全然みんなに行ってなくて、そうだから全然みんなが集まらないってなって、なんでだこれはってなってたら、ショールームのそのシステムに詳しい人が1.5 部だね、確かに2部じゃなくて、その1回目の配信始めて1時間以内にもう一回始めると、その引き続きってことになっちゃうから通知がみんなに行かないんだって。そうだから、その21時34分から1時間経って一旦切ってまた始めると、通知がねやっと行きますよっていう仕組みらしいの。その1時間経たないと通知が行かない、だから1時間ショールーム始めて1時間以内に配信しちゃうと引き続きの配信ですよってなるんだって。え、伝わったかな、意味の説明下手すぎてさ誰か代わりに説明して、伝わってる、説明うますぎて、本当にやった嬉しい、 OK、 また一つ詳しくなりました。いやー、ほんとショールームのねこの仕組みを初めて、またやったね、ディスティニー、ディスティニー継続です。アットジャム楽しかったです、ありがとうございました、アットジャム、まあいい、よかったよかった、そうこれでね配信してますよ、始めました配信中ですっていう通知がみんなにいたから、よかった、感動してる、あいみにももう一回会えて寂しくて寝れなかったから知ってたよ、寝れないんだろうなと思ってね始めましたよ。どうもありがとう、タコちゃん、タコありがとう。ニアリーコールジョイのないライブ初めてかも、確かに今日のアットジャはニアリーコールジョイは歌わなかった、踊らなかった。おかえりなさいませ、来た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 、ハッシュ私のヒーロー来たねえ
ねえ、1回目の配信終わってさ、さあゆみがさ、もう配信終了ボタン押したらさ、タワー立てたでしょ。ヒーロー来た。あらあら、やばい、アイマスク映る。ヒーローありがとう、タワーありがとうね。そう、タワー投げてらっしゃった。遅れてきたヒーロー。やっぱヒーローにもショールーム通知がいかないと、ショールームしてることに気づかないのか。ありがとう、タワー。はい。通知大、マジで大事。一生ハッシュさんついていきます。だって、みんなのヒーローだもんね。通知来たよ。え、さっきまであゆみがさ、配信してたの知らなかったよね。ヒーローさん。え、マジ？ほら、ヒーローなのに気づいてないから。そう、ずっと2部配信してたのに、今3回目だよね。そう、2回目のやつ通知来なかったんだよ。ほらね、本当にヒーローですか？前田さん、前田さん、いや悪くないって。テレパシーが来たよ。もうね、これ3回目なんですよ。もうショールームイベント中って疑われるほどのね、あの、切って始めて、切って始めて、わざわざありがとう。よかった、来てくれてありがとう。ヒーローなのに気づいてないの、ちょっとかわいそう。偽ヒーローだな。偽ヒーローだ。あ、そうそう、千穂ちゃんとね、今日会えて、 STU の千穂ちゃんと会えて、ちょうどね、あの、集合写真撮りますってなった時に、いろんなね、アイドルさんがいて、ちょうどすれ違って、そう、会えたの、千穂ちゃんに。ツーショット撮ったやん。千穂ちゃんあげた？ツイッター。バユメさんともそう、あの、ツーショット撮らせていただきました。ちょうどあゆみがステージ出る前だね、これは。あまねたんともね、撮ってるんだけど。とも、ありがとう、くまちゃん。ピシュ。9分前にあげてる。お、その、久々にね、ちほちゃんに会えた。いつぶりだろう。見た？ちほちゃんのね、ツイッターに、ツーショット載ってるんで、ぜひぜひ。ちほんぬ、偽ヒーローだとしても僕のプリンセスなので、お、消す。適当すぎん、まとめ方。ちょっと回収してくる。はーい。はい。そう、いろんな方に会えたな、今日は。ナミありがとう、クマちゃん、ありがとう。グマップありがとう。虹、卒業後何回か会ってるんだけど、卒業してたらさ、あゆみさんあんま SNS やってなかったからさ、載せないじゃん、ツーショットとか。バユミちゃん
まゆみちゃん初めて話しました、今日初対面。チラありがとう、おじさん、キラ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 。まゆみ読んでないギフトの方いる？あ、まゆみさん、そうそう、愛ちゃんがまゆみんってそう呼んでくれて、そう写真をパシャリ。アイドル可愛い子いっぱいいて最高よ、ほんといいでしょ。アトジャの裏側羨ましいだろなんか気持ち悪いな、マントやめてください。はい、すいません。だるだるいいやいいや、今日一緒に見た友達がバユメ推しだったから、実質我々も友達、もうみんな友達だね。アイドル大好き、わら、可愛い女の子大好き、わら、シンプル誰にやめて、すいません。お子さん可愛い、みんな可愛い。だいぶそう、なんか見学ね、たくさんの方来てくださってた。そう、フルッパーさんとも大阪ね、対バン頑張ろうねってあまねたんと言って話しました。頑張ります。何を頑張ろう、あー頑張ります、ライブをね、頑張ろう頑張ろう、みんなでね頑張ろうね数万、数万絶対楽しいよね。楽しみ、もうね、いやすごいよ、アットジャムは今日でね終わっちゃったけど、稲妻ロックフェス、イコノイジョイフェス、ツアー数万、今日邪魔っちゃけど強めでしたね。そうなんかね、スタッフさんにもね、すごい邪魔っちゃけどよかったよって言われて、今日ねイヤモニしてたんだけど、あんまりね自分の声あんま聞こえなくてさ、そう、その邪魔っちゃけどの、そう、どんな感じにできてたかなと思ってたから、いい感じだったならよかった、声出てたかな、今日のよかった、やった、俺との数万何それ、よかった、出てた、最高でした、かっこよすぎてさらに惚れました、脳がしびれました、引いてなりました、ちょっと強めに邪魔っちゃけど、邪魔っちゃけどいいね、久々に言ったかも、いつぶりあたり強くていいね、やばい、初見で初めまして、ブチギレ感って好き、よかった、あ、宮城会スペシャルイベント、スペシャルライブ
生誕祭でも言った、いろいろ言ってる。配信のカメラマンマジでやらかす、やらかす？やらかす？なぬ？21回か21歳初かね。あみの目大好きなんだよね。そう、嬉しい、嬉しい。あみあんまりね、自分の目、嬉しいな、そんな言ってもらって。私ですね、記憶ない、やめて、ひどいよ。覚えててよ、生誕祭でしょ。行かないじゃん、昼より入るから。ずっとあいみといるな、その日。ずっと一緒だね、確かに。丸一日ね。そう、初恋シンデレラ今日アットジャムで初披露だったの。猫ちゃんみたいな目で可愛い。新曲意外だった。確かに初恋シンデレラどうでしたか。確かにあそこはニアリーコルジェルだろうと誰もが思ってたところが初恋シンデレラでした。チャラララララ、もしこれが、もしこれが恋というのなら、プールサイドのあみちゃん好きすぎ。プリント渡しに行くやつ、レノに。歌ね、ちょっとね、よかった、圧巻でした、嬉しい。歌ちょっと不安だったんで、初披露だから。大人になって何がでも一緒にいよう、と。なぜか君が近づいて、踊り場に呼び出されてが不安だったな。グラスの靴の箱、グラスの靴。あそこいいよね、歌声イケメン。やった、あそこね結構難しいんだよな。グラスの靴、ガラスの靴、グラスの靴。あれね、踊りながらやるからね、むずい。上手に履けないといけなくて、チンチン、ガラスの靴残しても履け、一旦履けて、一旦ちょっと立って待機。歌い方と歌いやすさ、どうなんだろうね。でももう自分の声ってね、歌声ってなかなか変えられないからさ。移動はね、ちょっと大変だよね。今度回数重ねていろんな思い出が構築される曲になっていくんだろうなって印象。評論家だ。確かにそうだね、いろんな、やっぱどんどんやればやるほどね、その楽曲がまた出来上がっていくから。
配信しか分からないけど、マイクの調子悪かった。現場どんなマイク声ね、あんま出てるかね、そう不安だったな。今日出てたかな。はい、カラオケでハモりしたい。俺下ハモだから上よろしく。ハモりね、できないんだよね。ハモりチロ生きがいありがとう。生きがい、あれ俺と意味のせいね。彼氏面やめてもろて。でてグラスのグラス残して、もマジで生きがい嬉しい。今日テンション高くない？嬉しい。愛ちゃん声量すごいよね。いいな。キャラかぶりかぶってんだよ。レグルスありがとう、くまちゃんありがとう。いやー今日もね、後じゃありがとうございました。ライブがみんなテンション高い、そりゃアドレナリンがいっぱい出てね。この景色は何それ、待って何の音？この景色きつい、どこだ、きついの、え、あ待って、あれだあれ、待って待って、あれだあれだあれだ、あ、分かった。あ、この景色だ。この色だ。あ、なるほど。何の歌と思ってさ。最近きっとやってないじゃん。出てこなかったよね。この景色か。やばい。癖強いんだよね、歌い方。ちゃんとして本当にね。この景色か、あれあとあれだよ、きっと雨は降らせない。そこマジ好き、ほんと。もうこれさ、ここで言うとさ、マジ実際歌うとき笑いそうになるからやめよう。絶対ニヤニヤしちゃうからさ。でも初恋シンデレラのあの「なぜか君が近づいて」のとこは結構ね、癖なく歌わないと音程難しくてさ、タタ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 が難しくて、なぜか君が近づいて踊り場に呼び出されて、プールサイド似合いすぎて好き、ありがとう。めっちゃね、天気良くて暑かったんだよね、あの日。恋シンデレラの MV 撮影ね。アリコのあの約束されたわけじゃないのに、なんだけど、なんでだったっけ。夏が似合う、嬉しい。夏似合ってる、冬も似合う女になりたいな。
タタ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 特別な特別な季節になる予感がするの。夏秋冬と一緒にいる。特別な季節になる予感がするの。ジュバクはギリギリさんで、あそこ難しい。あそこ難しい。きちおとなしくなったね。悪役の青を聞きに行ってるから、うちはあれね。今日うまくいったかな。最初のね、その超高くらいの音源と違いすぎて、悪役になってもいい。あれでね、一回喉ね、ちょっとねやらかしたことある。キリングパート、キリングキリング、あれ小さい歯は入ってない。はぁどうなんだろう。キイちゃんの顔に俺が騒いどくけどね、そろそろ俺タイムの時間でもイコのエンジョイで昼夜ね、いるなら一日一緒だね、ずっと。レノンが好きなパートなの。アニメひょっとして口を縦に開けて歌うこと多い？どうなんだろう。確かに縦に開きやすいかも。なんかね、すごいね、ここのね、上唇の真ん中がすごいなんか鼻につきそうなぐらい上に行くんだよね。C 型みたいな口によくなる。マイレナとアイミン2人で出てた。ラジオで言ってた気する。言ってくれてるわ、結構いっぱい言ってくれてるわ。レノは何でも褒めてくれるからね、嬉しいよね、褒められると。やっぱりか。なんかタコチューというよりね、なんかこういうなんかさ、熱中症めっちゃ好きじゃないそれ。いや、ピーチ姫みたいな可愛くない。レナの話禁止禁止出ちゃった。怒ってる。呼んでよ。何に？プンスコ。ムキ。
あゆみがガチな顔するから負けた気持ちになる。あいつかっこレノンにだけは勝てない。あいつって言ってごめん。ひどいな。あいつ指やばい。まあね、レノンはね、あの女性もね狂わせるあの女さんなので、ね、お顔ほんと綺麗だよね。やっぱ彼氏になるより飼われる方が現実的。飼われる、なるほど、犬ってこと。飼われる、やばい。面白すぎでしょ。男友達もかっこよすぎて惚れてたからやばい、やばいな、男女狂わせ。まとめでダブ戦やって、まとめさんで。俺もレノンだったらさすがに可愛いアドレス全員手出してる。マジ最低。トランスペットって何？ね、この勢い楽しみ。ほんと乾杯したいね。せーの乾杯。いいな、したいね。ではでは、この辺で。いや今日もね、ありがとうございました。イコの以上に向けて頑張ってうちは作ってますわ。見たい、出来上がったら見せて。あゆみちゃんのうちは掲げる。マジで嬉しすぎ。そうやってうちを手作りしてくれたり、うちはあゆみのうちを買ってくれたり、あゆみのグッズを買ってくれたり、手に入れてくれたりね、ありがとう。線香花火もお願いね。いいね、まだ夏は終わってないから。いやほんとね、配信ありがとうね。何回もごめんね、いっぱい配信してめっちゃかまちょうな人みたいになっちゃったけど、よかった。にぶ気づけなくてごめんでした。許さない、むきーありがとうございました。またね、配信できる時にするのでね、ショールームフォローよろしくお願いします。ヒーローのための回数は出す。本当ヒーローが来てくれてよかった。まあ、SNS 更新するので、 SNS 更新はするので、みんなショールームとツイッターとインスタのフォローよろしくね。いいね、コメントしてね、見るからね。いや今日はね、寝る前にあゆみのソロリップシーンの TikTok を見て寝てください。そしたらあゆみの夢が見れると思います。いいこともあるよ。これから SNS 更新のために歌い出すのかな、だるすぎる。やばいね。あさってのサイン会申し込みしてるからよろしくね。よろしくね、ほんとよろしくお願いします。今日もありがとう。じゃあランキングを読ませていただきます。13位、アデン・スミスさん。アダンスミス。12位、ハル。11位、ネコちゃん。10位、水内。9位、
9位バボ、8位清水、7位 TM マン、6位レグルス、5位ナミ、4位アツコ、3位クマプー、2位トモ、1位はドゥルルルちゃんチロ。ありがとうみんな、ありがとうございます。今日はたくさんお話ししてくれてありがとう。じゃあまたね、おいっぽみ、本当に本当に親ぽみ、ツイッターとインスタ見てね。じゃあね、親ぽみ。ちょっとさ、待ってくれよ、ちょっと。いやー、ね、本当にじゃあね、親ぽみって言って画面塞いでさ、まあちょっとこう余韻みたいな感じで、いつもみたいにずっと切ってなかったんだけど、あ、全然振りとかじゃなくて本当に、いや、まさかね、またね、本当に来ると思わなかった。ハッシュパフェタワーだ、クマちゃんタワーと普通のあのタワーと、次はパフェタワー、かわいい。いや、ほんとさ、これでまた切ってたらさ、また見始めてるよ。いただいまー、ちょっと待ってくれよ、2部気づかなくてごめんなさいだわ。コレクションが充実。いやー、なるほどね、ありがとう、バフェタワー、パク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 、リプレイ。やばい、階段レストランのリプレイだ。本当にたくさんありがとう。ハッシュさんは今日はいろんなね、アットジャムでアイドルを見て楽しかったかな。上から目線すぎる、失礼だね。楽しんでくれたかな。よし、寝よう、そろそろね、寝ないとね。みんなも明日は何日だっけ、何曜日、え、待って、明日月曜だ、月曜だ、明日月曜、みんなまた明日からね、一日頑張っていこう。ほんと、ハッシュありがとうだわ。ラブチだよ、ありがとう。明日もね、アトジャーあるそうなのでね、皆さん行かれる方は楽しんでください。祝日か、そっか、祝日だ、そうそう、敬老の日だ、そうだそうだ。あ、じゃあお休みって方もいるのかな。でも関係ないよ、仕事だよって方もいるよね、学校だよ、長い長い大学の夏休みがもうそうそう終わってしまう。
ビエンすぎる、ビエンビエン。いや、祝日知らない言葉ですね、労働家。いや本当にありがとう、もう今日は本当に配信ありがとう、アットジャムもありがとうございました、もう楽しすぎました、本当に充実した一日でした、ありがとうございました。ヒーローさんもありがとうね、たくさんサインと稲妻で頑張る1週間本当に、いやみんなとねそうやってねこうイベントまでその空いてる期間会えないけど、愛してる、ありがとう、愛してる、ありがとう、そう会えない期間はあるけどみんなとね空でつながってるので、たまには空を見上げてこのね青い空が青い空でつながってるんだって、そう空でつながってる、同じ空の下にいるから、そう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 、思ってていい、思ってて、心はつながってるんだよ、そうだよ、守りたいこの笑顔。今大雨、マジか、雨降ってんの、ちょっとなんかいい感じのこと言えたのにな、大雨らしいです。空の支配者、あ今大宮世界を支配しておるから雨なんだ、ちょっと気をつけてねみんな。じゃあせっかく休みなのに明日も雨ってなると大変だね。でもポジティブに、日焼けはしないから。雨は降らせない。マジでいいライブだったの、本当にありがとう、今日はみんなありがとうございました。じゃあ本当に本当にもう寝ます、たくさんありがとう、おやぽみー、グッナイ、じゃあね、ありがとうね、たくさん、おやぽみー。